どうも皆様こんにちは、ホステルと申します。プレイステーション4のバイオハザード R1 難易度インフェルノでございます。続きからやっていきましょうか。本日もどうぞよろしくお願いしますね。今のところの流れは敵の配置とかそういったものはライトメアと一緒だね。では引き続き進んでいきましょう。ここがちょっと問題だよね。ワンチュンチュンチュンワンチュンチュンとネメシス寄生体ゾンビが金網の向こうにいるから、ここの突破が難しい。ただワンチュンは発電所まで行ったら消滅するので、ここは何としてでもハンドガンの弾を使わずに突破したい。ハンドガンの弾を使うのはあそこの電撃、これを動かすのみ。では行きましょう。ここで撃っていく。で、いけるかな。よし、あ、無理だって、くっそ。うわ、きついな。これはやり直していきましょう。通れるまで、じゃあカットしよっかな。よっしゃ、ここから処理できたな。ははは、ネメシス寄生体ゾンビ。犬が出てくる前の、ちょっと手前で、処理することができたね。これで、通り抜けるのが、格段に楽になった。どっちにしろ処理しないといけないんだったら、こっちの方がいいわ。あとは犬を無傷で切り抜けることができるかどうかっていうのが焦点だね。ではやっていきましょう。遠吠えが聞こえたら犬がやってくるから、それが目安だね。もうちょっと近づけるかもしれない。そのあたりをちょっと確かめていきましょうか。構え歩きしながら行きましょう。ああ、このあたりだね。この積んであるゴミ袋の真横ぐらいのあたりまで行くと犬の遠吠えが聞こえてきて、こちらの方に来ちゃうね。ここは悠々と行きましょう。ここで食らったら本末転倒。行かせて、お願い。行かせて、行かせて。よし、オッケー。はい、次だね。3体のゾンビがいるんだけど、まあ、弾薬が10発しかない以上、ここは何としてでもスルーしたい。ここはね、どこかでフラグを立てたら消滅するんだよね。キーピックかな？キーピックの入手かな？何かのフラグを立てたらここいなくなるのよ、3体のゾンビ。だから、こいつらを消滅させていきましょう。往復してくるんだよね。これきつい。ここは何としてでも無傷で切り抜けたい。そしたらね、一番手前の1体だけ倒そうかな。階段の手前にいる女ゾンビ、こっちに近寄ってこないんだよね。あ、近寄ってきてるわ。いけるかもしんね、これ。チャレンジしますよ。祈ってくれ。あとはこのデブ。来た。よっしゃ。いけいけいけ。今のうちに、タイプライダーの部屋まで。ここになかったらちょっと嫌だな。ある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 。あったー。よかったー。会ってくれた。助かりえ。これでフラグを立てて戻ってくると、あの3体がいなくなってるかどうか。そこがちょっと重要ポイント。なので、まずは一旦アイテムを回収してキーピックとね。考えたくもない。ここのフラグを立てて、あそこの部屋に戻ってみましょうか。もし消滅していなかったら倒すしかない。あそこは。危険だからね。放っておくと。
てこと。ただエイムがクソなんで、なんとしてもね、緊急回避からのカウンターアタックで、まあ、幸いなことに手前にセーブポイントもあるのでね、失敗を繰り返しながらこなすことは一応できる。まずはここで扉調べてパラサイトのイベント発生させておきましょうか。パラサイト状態のチュートリアルね、これをしっかりと発動させておいて、これがフラグになってるかもしれないから、ここは調べておきましょう。そして滞りなくゲロを吐いていく。はい、このアングルが正義なんでね、このゲームにおけるマニアの人にはたまらない正義で、ここまで来て一旦ね、ドレインディボスの巣に入っていく前に、キーピックとチェーンカッターを使って、開けられるところを開けていく、戻って。ここのね、変電所、イベントを終わらせた後だと、ネメシスが出現するようになってしまうからね。だから今のうちにやっとかないと、あ、いなくなってる、いなくなってる。よし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 。回収できるね。で、犬も消滅してるはずなんで、滞りなく行けるはずなんですよ、これで。車屋のタイプライターまで。なので、道中のアイテムをすべて回収しつつ、向かってね、もう一回しっかりとセーブ決めときましょう。タイプライターの数が減っていて、今のところは、ドーナツ屋のタイプライターがなくなってるね。だからドーナツ屋、あそこ貴重なセーブポイントだったのにな。ちょうど街の中間地点にあって、あ、どうしようかな、これちょっと一回ボックスに預けてきましょうか。ガンパウダー同士で調合してハンドガンの弾を作るのはちょっと保留にしておこうっていう感じかな。弾丸があるうちはハンドガンの弾がなくなってきて、かつここのゾンビどもは何としてでも倒して突破しないといけないっていう場合だった時のみ調合していくっていうような感じにしよう。できる限りショットガンの弾としての運用がしたいからね。だからガンパウダーは残しておく。強化火薬が集まり始めた時のためにね。最低限の生で落ちてるハンドガンの弾でやりくりしたい。できる限りは。ここはもう安全は確保してるからね。このまま通り過ぎていって、次のタイプライターのセーブのところまでは、無傷でいけそうだから。とか言ってて、寄生体ゾンビ復活してるんじゃねえだろうな。このタイミングでネメシス出てくるんじゃねえだろうな。つうか、むしろこの壁の向こうって何なんだよ。この向こうの建物は一体。ネメシス君、どこから入ったんだ？何気にここからも車屋の扉見えるんだよね。向こうからも攻撃オブジェクト撃つことってできるのかな。まあ意味ないと思うけど、やる意味はないと思うけど、ちょっと覗いてみよう、路地裏から。あ、こっちからでも一応撃てるんだ。何か有効活用できる日がもしかしたら来るのかもしれない。来ないと思うけど。ではここを開けて、中救急スプレーだったよね。しっかりとパイプアイテム取ってかないと。お渡し機っていう噂だったけど、割かしね、一発ぐらいなら耐えられる。また、暗い方にもよるんだろうけど、一撃デンジャーで済むことが多い、ゾンビの攻撃とかは。ネメシス寄生体の触手とか、あと、ゾンビ犬の攻撃とかは言わずもがな、オレンジコーションで済むっていうケースがすごい多い。食らう攻撃すべてが即死ではないみたいだね。火ダメージが、そうだな、3倍ぐらいとかになってるとか、そういう感じがする、雰囲気的に。ハードコアで2倍、ナイトメアで3倍、インフェルノが4倍とか、そういう感じだね。知らないけど。では、ここのリソースを回収して、このタイミングで、駅構内に向かうところにいる大量のゾンビも消滅してんのかな。それがすごい気になる。駅にさえ戻ることがね、あ、いないか、これ。いなくさ、な、さえなってくれていれば、セーブポイントとしてね、
機能するから、戻ることも考慮してね。ただ、ゾンビの索敵能力が、すごい、索敵能力っていうか、掴み能力がすごい大きくなってるから、一体だけいるゾンビ、ここ処理しないといけないかもしれない。ここから見えるかな？見えないか、ここからだと。できれば遠距離から処理できれば一番ありがたかったんだけれども、先行っときましょうか。あの一体は処理しておいた方がいいかもしれない。なるべく緊急回避を頼らずに立ち回るのがこの難易度においてはベストの立ち回りになってくる。よし、ラッキーラッキー拾った。これはクリティカルさえ発動すればどの難易度であろうと一撃でしょう、多分。では今おもちゃ屋とコンビニの中で拾ったアイテムを預けて一回セーブしましょう。これセーブ何回になるんだろうね何回でもセーブしてやるわ、本当に。優先順位が高いのはクリアだから。まあそれだったらロケットランチャー使えよっていう話なんだけど、なるべくね、隠し武器はナイトメアの時と同じくできる限り使わずに行きましょう。ネメシス最終形態がどうなるかすごい不安なんだけど、まあ、ナイトメアの時よりかは、ちょっと頑張ろっかな。そのつもり。なんでかっつったら、ナイトメアの時はこのインフェルノっていう難易度が控えていたけど、ナイトメアはもうこれ以上、次がないからね。だからここで倒すことの達成感よ。ナイトメアでいくら頑張って倒せても、まだ次の難易度が控えているっていう風になったらね、どうしても後味が良くないんだよね。だからこの難易度インフェルノ、この次がない難易度でね、なんとかネメシスを倒せるように祈ってくれ。ここに戻ってくると、アクアキュアが生き返ってるんだよね。お前の名前もアクアキュアでいいわ。襲撃していく。あ、扉の外からだったら無料で倒せる。これは結構ありがたいね。で、生きてるだろうから、ナイフで切っていく。で、もう一回出ましょう。チュッ。こっち見てるのに近づいてこない。よし。一発で転倒したからこれは絶命でしょう。さ、どうしようかな。ドーナツ屋のタイプライターがない以上、ここから先の探索は回復アイテム一つ許容で行っても悪くないかもしれない。探索範囲が広いというよりかは遠いからね、セーブポイントまで。あそこのやつも倒しておきたいが、危険が残るよね。そうだな、まずはこっちから行こう。こっちから攻めていく順に。このドラム缶は、そうだ、ここは後からネメシスを巻き込んで倒して、ナイトメアの時と同じようにね、手榴弾と同時に当てて、ハンドガンのロングマガジンを手に入れようかなっていう感じなんで。ここは、あ、もう開いてるか。このパトカーの扉開いてるから中にゾンビはいないね。こいつも起きてこないようだし、ガンパウダー入手しておいて、まずはチェーンカッターを使っていけるところから回収しておきましょう。こいつこの扉の外まで来るかな、ここにいるゾンビ。来るかどうかによってちょっと対応が変わってくる。一回切っときましょう。一回切っといて、まあ、外に出てくるかどうか確認しましょう。外に出てくるようであれば、まあ、この広い空間を使って立ち回るだけ。おいおいおい、奥に行くぞあいつ。外から撃てねえじゃねえか。ここから撃っていきやっしょ。あ、止まってくれてる。じゃあ外と中を往復しながら銃撃していく。あ、ここまで来ると索敵解除されるんだ。なるほどに。当てらんない。おい、すまんね、ほんとすまん。これ扉縛った状態でもいいんじゃねえの、別に。構え方変だけど。
すぐ奥に行くよね、あいつ。よし。一発一発貴重なんでね。倒せてる。さあ、ここからが問題なんだよね。ネメシス寄生体ゾンビが2体入ってくるんだけれども、奥のアイテムを回収したら。フラグはどれだろう？宝石箱がフラグかな？宝石箱がフラグっぽいんだよね、ここは。あ、そうだね。どうしようかな。そしたら、一旦カットして、セーブしてこよう。それがいい。よし、それではやっていきましょう。宝石箱を入手。で、2体のね、ネメシス寄生体ゾンビが外にいる。で、入ってくる。なるべく2体とも巻き込まねば。いけた？これ、いけてる？あ、いけてる、いけてる、いけてる。あ、無理だった、これ。もう倒してる。おい！生きてんじゃねえか！うっせやろ！マジ？死んじゃう！やめて！やめて！ふぅ、気持ちいい！マジか。ははは。どうしよう。そうだな。え、出てくる？ひょっとして。うわ、出てくるんだ！マジかよ。うーわ、怖え。そこー！無理でした。そこー！緊急回避の練習しようと思っただけです。すいません。くそ、むず！むずいよね、これ。わかった。じゃあ先にショットガンに行くわ。ショットガンを入手してからだったら立ち回りがやりやすくなるから先ショットガン入手しよう。ここと3体で。開けていく。その曲がり角のところまで来たらネメシス寄生体ゾンビが1体待ってるから。あれ？あれ？計3体いるでしょ。ちょっと待って。部屋の中2体確認。配置がちょっと違うのかな。あ、いた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 、いるわ。これ壁貫通して判定とかあったりすんのかな。避けてく。で、なるべく足壊して。あー、今のはちょっとエイム良くなかったなー。今手に吸われたでしょう。リセット案件かもしれない。なかなか壊れてくれない、足が。よし、壊れた。あとはこの残り8発で倒せるかどうか。ナイフでいけるか、これ。ナイフでいけそうだな。どこへ行く？なかなか死なない。あれ、頭に当たってんのかな。うわ、まだ光々と光ってるからね、頭が。生きてるわ。ちょっと待って、これガンパウダー使っちゃう。エイムがずれてるのはな、これ全体の半分ぐらいしか当たってなかったでしょ、今これ。まあ、プロゲーマーじゃないんで勘弁してくれ。
ゲームパッドであまりそこまでエイム突き詰める気もないし。では、ガンパウダー使っていきましょう。7発少ないなぁ。少ないぞ、これ。ナイトメアでも10発できてたでしょ、確か。そんなに覚えてねえけど。はははは。マジかよ。こりゃ弾薬、やべ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 、勢いよく入っちゃった。今ので当たってないの？ずるいだろう、それ。超体力なんだけど。クリティカル出てくんねえかな。うわ。すげえいやらしいとこ行きやがった。まだ弾丸なくなっちゃった。ナイフで倒した方がいいかな。ここから。倒した倒した倒した。よし。まず一体。きっちいこれ。弾ねえぞ。え？なんで俺これ、黄色ファインなの？なんか俺もらったっけ？これちょっとね、あんまり良くないです。ゾンビをナイフで倒せなければ NG パートにしちゃおう。いるよね。ああ、無理だったー、くっそが。そしたらね、今回ここまでにして、ここをうまく乗り切れたところから再開にします。ご視聴いただきましてありがとうございました。